3月の中旬ぐらいに3人の友達が拘束されました。デモ抗議に参加をしたので、三山教会の渡辺さんとか、あとは笹川さん、財団の方の、はい、財団の方のがは結構軍をサポートしているんですよ。まあ、軍事とのビジネスも結構している。要はそのミャンマーで今進出している127社ぐらい の会社とかも、その日本ミャンマー協会と日本財団が引っ張ってきたんですよね、ミャンマーに。はい、正直日本の政府としては毎年毎年大きな資金 ODA ですかね、 ODA を出してくれているのが、まあ、結構何億円も出してくれるんですけども、絶対軍の側に行ってると私たちは信じてます。だけどその人殺しをしている軍人に対してそういう行動何も出していない。私たちの国民としても日本をすごく期待していましたし信用していました。だけども今までそういう行動が見えてないというのが本当に悲しくてしょうがないですね。